皆さんこんにちは、エンクリプトのラーナーです。マネギンです。このチャンネルでは仮想通貨と英語について皆さんと一緒に学ぶチャンネルです。なお注意点として、私たちの情報を参考にしていただくのは嬉しいのですが、投資の際はあくまで自己責任でご判断するようお願いします。はい、今回の動画ではメタヒーローと、そして新たに登場したエバードームについて速報をお伝えします。ぜひ最後までご覧ください。昨日ロバート・グリーンさんが新たな YouTube 動画を出して大きな発表をされました。それが新しいプロジェクトエバードームです。紹介の動画を見ていきます。はい、いかがでしたでしょうか。このロバート・グリーンさんの満面の表情が分かるように新しいプロジェクトの速報ということで、今回新しいプロジェクトの発表ということで非常に良い表情でこちらの内容について教えてくださりました。今回のエバードームに関しては2点大事な情報があります。まず1つが、メタヒーローを所有しているホルダーの方で条件を満たした方はこの新しいプロジェクトエバードームのプリセールに参加することができるという点。そしてもう1つが、エバードームというプロジェクトでは仮想空間自体の土地を使ってそこで様々なアクティビティをします。その土地をディスカウントして買うことができる権利を得られるという、この2点になります。詳細を見ていきます。こちらに参加するための条件というのが、昨日の11月の26日金曜日日本時間の0時30分の時点で、ウォレットにメタヒーローを少なくとも1万ヒーロー以上持っていた方というのが対象条件になっています。レベルが3段階あって、メタヒーローを1万ヒーロー以上持っている方は1スロット参加することができて、その場合土地も 15% 安く購入することができます。2つ目に、メタヒーローを10万トークン以上持っていらっしゃる方はプリセールに10スロット参加することができて、かつその土地を 20% ディスカウントで購入することができます。3つ目に、メタヒーローを100万トークン以上持っていらっしゃる方はプリセールに100スロット参加することができて、この土地を 25% 安く購入することができるようになります。このスナップショットを過ぎた期間についてはこの条件というのは変わってきまして、11月のスナップショット後から12月の25日までウォレットにメタヒーローを5万トークン以上持っていらっしゃる方は1スロットプリセールに参加することができて、その土地を 10% ディスカウントで購入することができます。これを過ぎた場合には、最後10万トークン以上持っていらっしゃる方は1スロットプリセールを購入することができて、 5% 土地をディスカウントで購入することができるようになります。今の条件には様々なルールというのが決められております。現時点であるものとしては、このスナップショットが決まったウォレットに関して言うと、メタヒーローを売ったり、またはそこから出金してトランスファーすることはできないという点です。これを破ってしまった場合はこのプリセールの条件から外れてしまいます。2つ目に、より多くのトークンをさらにですね、このメタヒーロー買い増ししたり、あるいは別の場所からこのメタヒーローを指定されたウォレットに送金することによってティアのレベルを上げることができます。3つ目に、 CX ではないウォレットが対象ということになりますので、このスナップショットは CX にメタヒーローを持っていた方は対象にはなっていません。で、補足事項をさせていただくと、これに対してですね、公式テレグラム含めてメタヒーローホルダーの方から意見があったので、これをですね、ロブさんが分かったと聞くと、でまた明日発表するからちょっと待っててねっていう風にあったので、スナップショット時点で CX でメタヒーローを持っていらっしゃった方には新しい情報出てくるかと思います。4つ目、先ほどもお伝えしたんですが、昨日の日本時間の0時半までにスナップショットされた対象だけがこのヒーローホルダーというアーリーレベルに分類されます。で、5つ目は、先ほどお伝えしたように期間を過ぎた場合はこのティアの条件が上がっているということになっています。で、このスナップショットについてですね、ゲリラ的に行われたというのがあって、その背景としては、このメタヒーロートークンのクジラホエールですね、大量にこのトークンを持っていらっしゃる方がたくさんウォレットを用意してスナップショットを分配して受けるということを防ぐために急に行ったという背景がありました。で、もちろんそれでですね、 CX にトークン持っていらっしゃるよという方もいらっしゃったと思うので、その方にも何かしらですね、アナウンスメントがあると言われています。補足としては、例えばなんですけど、現在ウォレット、メタマスクやセーファルにメタヒーローを3万トークン持っていたとします。その場合は1万トークンで1スロットなので、3万トークンだと3スロットになるわけではなくて、あくまで1万から10万未満の値は全てエバードームのプリセールは1スロットだけ購入することができるというような条件になっているので、そこだけ注意してください。もしこの認識が間違っていた場合は、改めて動画で修正させていただきます。このプリセールの情報については、今のところ1月に行われる予定となっていて、詳細
際のホワイトペーパーなどの情報については12月に公開される予定となっています。公式ホームページですね、 100X オポチュニティというふうに書いてあって、なかなかですね挑戦的だなというのがあるんですが、ロブさんがおっしゃっていたように メタヒーローというプロジェクトがですねスタートから125倍になったという実績があります。なのでですねこの可能性というのもですね本当に無限大なんじゃないかなというところがあります。ぜひ興味を持った方はこちらのロバート・グリーンさんの動画についてご覧いただければと思います。日本語でご覧になる場合は設定から字幕を自動翻訳にして日本語を選択することである程度の内容で見ることができますので、ぜひですねご覧いただければと思います。英語で学習されたい方は英語でチャレンジしてみてください。やはりこのメタヒーローというプロジェクトの魅力的な点としては、こちらの V スキャナーを使ったリアリスティックな現実の拡張性を目指しているというところにあります。この技術というのは簡単に真似することは他のプロジェクトでは難しく、さらにグリーンさんがこちらの動画でおっしゃっていたように、このメタヒーローというプロジェクトを率いているロバート・グリーンさんは以前コードワイズという IT の会社で驚異的な速度でその会社を成長させました。その時のチームのメンバーは125人のうち半分がディベロッパーで、そのディベロッパーたちが今回のプロジェクトに取り組んでいくということで、スピード感にも自信を持った組織となっています。なのでこの新たな仮想通貨という分野に対しても、この現実の拡張性という観点で新たにゲームであったり健康であったりファッション、様々な分野にですねこれらの技術を応用していって新しい世界観というのを作っていく可能性があるというところが非常に期待できるところとしてあります。メタヒーローというプロジェクトの最新情報についても知りたい方は前回の動画でも紹介しましたので、ぜひそちらも合わせてご覧いただければと思います。最新の情報を追っていくために、こちらのエバードームのツイッターであったりテレグラムが開設されました。ぜひこちらもですね関心ある方は調べてみてください。あとはおまけで2点ありまして、まず1つが、昨日シバイルクラシックが灌漑エクスチェンジに上場しました。現在の価格としてはスタート時点の初始点省いて200から279まで上昇したい値となっています。現在のところボラティリティは緩やかなのですが、12月の1日、日本時間19時にパンケーキスワップにも上場予定となっていまして、より多くのホルダーの方が関心を持った時に何か起こる可能性も犬系らしくですねある可能性もあるので、引き続きその動向を見ていきたいなと思います。もう一つがマーケットメイキングプロについてです。マーケットメイキングプロはテンセットのインフィニティのダイヤモンドスポンサーになっているんですけれども、今月の11月末に IPO のプラットフォームとして活動する予定となっています。現在の価格は IO 価格の 0.6 から約3倍弱の値となっていまして、ここからですねよりこの IPO として関心があった場合に注目されていく可能性もあるので、興味がある方はですねこちらの動向を見ていただければと思います。購入された方はですねこのファーミングの仕組みもあるので概要欄にリンクを載せておきますので、興味ある方はこちらからファーミングを行ってみてください。このファーミングのやり方についても Twitter のリンクからファーミング動画に飛ぶことができるので、こちらも参照ください。以上が今回のファンダの説明となりました。また概要欄には取引口座開設のリンクを貼っています。手数料オフなど特典があるのでご活用ください。ラーナーのワンポイント英語学習。このコーナーでは仮想通貨に関連したトピックで英語について学びます。ぜひ将来のために学んでいきましょう。それでは日本語を英訳する問題です。日本語はこちらです。英語で何と言えばいいでしょうか。3、2、1。はい、例えばこんな回答ができます。 The token was meant to be the gateway into the metaverse. The token was meant to、 そのトークンは何々することになっていました。 Be the gateway into the metaverse、 メタバースの入り口という。この文では文法事項 be meant to、 何々することになっているという表現と、ボキャブラリーとしては gateway、入り口、メタバース、仮想空間という言葉が使われています。今回の動画で紹介させていただいたロバート・クリーンさんの動画でご本人がおっしゃっていた言葉です。メタヒーローというプロジェクトはメタバースへの入り口という意味を持っていて、そこから今回エバードームという新たな仮想空間を作っていこうとしています。今後のさらなる活躍に期待していきたいと思います。以上となります。また英語について学びたいトピックがある方はコメントお待ちしております。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったという方はグッドボタン、まだチャンネル登録をしていない方はチャンネル登録をお願いします。また取り上げてほしい内容等ありましたらコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。